ルックトゥワイスは日本の競争馬。主な勝倉は2019年のメグロ記念。2013年4月2日、北海道阿弥町の追分けファームで誕生。同年のセレクトセール島斎橋場において、飯塚智和によって3200万円で落札される。育成は追分けファームリリーバレーの平沼俊行き級で行われた。当時から馬場に入るのを嫌がるなど、 気象面でスタッフの手をわずらわせる存在だった。2歳10月まで牧場での育成が続けられた後、立党、藤原秀明9社に入級。3歳2月にデビューを迎えたが、ゲートに難があって敗れ、一旦牧場に戻って、ゲート練習が重点的に行われた。復帰戦となる7月の未勝利戦で初勝利を挙げる。東京でも左回りの方が、 コーナリングがスムーズなことからデビュー以来一貫して左回りを使われていた。しかし副賞圏内には堅実に入り続けながらも勝ちきれないレースが続いた。2018年12月のグレートフルステークスで初めて右回りのレースに出走するとそれまでの赤敗続きから一変し三馬審査の圧勝でオープン入りを果たした。翌年1月の日杯でも 後方から追い込み、グローリーベイズの2着に入る。しかし、その後は、日経賞6着、新潟大賞1四4着と逃げ切らない競馬が続く。元来エンジンのかかりが遅く、勝ち身の遅さが目立っていたが、ダミアン・レーンと初コンビを組んだメグロ記念ではペースが流れたことも、あって先行馬が失速する中、大外から一気に差し切って2分28秒2の、 日本レコードで重症発制覇を飾った。その後、休養を挟んで11月のアルゼンチン共和国売で復帰したが、ムイトーブリガードの4着。ランフランコデッりをリオ上に、GI 初挑戦となった第39回ジャパンカップは10着に沈んだ。翌2020年2月19日付で JRA 競争場登録を抹消された。引退後は乗馬となった。 以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。